ガチャ、サミさん、英文法の時間がやってまいりました。本日の問題はこちら。10秒間でお願いいたします。さあ、正解は、まあ、A か D を選んでる方多いかと思います。何ですかということですが、皆さん、この空所の左側ですよね。皆さん、絵には人がございますので、なんか風えば、風、良さげだなって感じに今なってしまうのもよくわかります。ですが、空所の名言は rich or poor、形容詞がいますよね。ですから、この形容詞を何とかする必要性がございます。となってくると、皆さん、これですよね。下をご覧ください。直後に形容詞が副詞。それを受ける接続詞や関係詞と言われたら、how や however ですね。ですから、正解は C。皆さん、ノーマタは、ハウがありますので問題ないんですが、まずこれ、ハウエバーにも書き換えることができたかと思います。ですから、直後に形容詞を置けるとなってくると、皆さん、A とか D とかはちょっと残念ということでよろしいかと思います。一方、選択肢の B ですが、皆さん、ニーザーときたら後ろ、ノアですよね。ただ皆さん、今回は、空所の右は、オアになっておりますので、B は×ということでよろしいかと思います。で、皆さん、文型でございますが、皆さん、これ空所の前後。皆さん、コンマとコンマに挟まってますよね。つまり、挿入部分。ですから皆さん、この辺りは皆さん、M、就職語ということでバッチリです。となってくると皆さん、文との名詞、主語。で、can、アクセス、動詞。で、皆さん、アクセス、自動詞、他動詞、どっちかなってなりますが、皆さん、後ろですね。best courses という名詞がございますので、他動詞。ですから、後ろは、目的語ということでバッチリです。ですので、no matter how、たとえどれほど、rich or poor、裕福でも貧しくても、any は、誰もが、世界で最も素晴らしいコースにアクセスすることができます。そんな感じでよろしいですね。では、画面を書き換えますね。さあ、皆さん、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。で、あとは画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて、で、丸一番に入る動く。それをスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。